What's up, everyone? I'm gonna be playing Goddess of Dragons. Thank you.
して皆さんをお守りします。頑張ってくださいね。
動くな、怪しいネズミたちめ。しまったにゃ、いつの間に。おい、ここに入ってきたということは死ぬ覚悟もできているんだろうな。証を持っているはずだ。
これで必要な分の星が揃ったよ。
he must be the one who's truly in charge. どこかに隠れていて僕たちの動きを全部監視していたんだろう。無駄口はそこ。もしキケロがその気になればいつでも君たち全員を始末できるよ。もう一つ言っておく。キケロは気が短いから無駄なおしゃべりは命取りになるよ。Looks like we'd probably be able to find some clues regarding the Forbidden Islands.君なら少し信じられるぞ。あなたに商人の匂いは全く感じないよ。マイナス10点。え、本当でしょう。僕が信じるとでも。かわいそう。マイナス10点。教えてくれないのなら話を変えよう。君がここに来た本当の狙い。グッシュ、その名を知る者は皆哀れに死んだり。では次の質問。一体誰が君たちにこんな悲しい道を歩ませたのだ。Sorry, I'm not allowed to tell you her name. A friend told me that the fool owns a special merchandise converted by many. I've heard that if I manage to find the fool, I might get to do business with him. Well, satisfied? Damn, he just called his sweetheart. その代わり、キケロのところにちょうど手放そうとしている人気商品があるよ。中身もわかるよ。
聞けろは物分かりがいい人との交流は好きだよ。では大きな分からなかったかな。君たちが愚者の言葉を口にした時点でスパイだってことはもうバレバレ。あとはゆっくりもてあそぶだけさ。君たちのその絶望した表情を見るとこの長い演出を頑張った甲斐があったよ。というわけで楽しい時間が過ぎるのはいつも早いね。グーシャー殿、そろそろ幕引きの時間だ。キケロと素晴らしい時間を過ごしてくれたお礼として、君たちが死ぬ前に暗闇で最上級の苦しみを体験させてあげる。
さかこのキケロを倒せるとでも思ったのか。キケロを楽しませてくれた君たちには本当に感謝しますので、そのお礼にキケロ自らの手で終焉の幕を下ろしてあげる。もがきながらゆっくり窒息していくか、それとも刃に切り刻まれてみじんとなるか、どうなるかは君たち次第だよ。一緒に騎士団本部まで来てもらおうか。
またまた堅いこと言わないでくださいよ師団長。このアポロの名にかけて彼らの武術を保証しましょう。だが首謀者が逮捕されなければお前たちをここで見逃すわけにはいかない。ならば行動で身の潔白を証明するしかないですね。あのピエロはまだ遠くへと逃げてはいないはずです。私たちも騎士団の捜査に協力しましょう。リーダー、今回は信じてる。お前たちグズグズするな。首謀者が逃げる前に追撃をかけるぞ。つきましたね。この壁の裏には何か貴重なものが隠されていそうですよ。貴重なもの。確かにこの壁は怪しいな。下がっていろ。私が剣で壊そう。騎士団長殿、その必要はありませんよ。見てください、壁の上に怪しい模様がついているでしょう。確かにそう。おそらくこの扉は何らかの魔法で鍵がかかっているだけです。そしてこの模様を正しい順序でなぞれば鍵は解除されるはずです。I don't care about your schemes. All I want is to...
生意気な愚者よ。それではこのキケロによる苦痛を与えるショーを始めよう。君たちの嘆きの歌がもう響き始めたよ。茶番はそこまでだ。そろそろお前のうぬぼれにも終止符を打ってやろうか。へえ、僕に気づかれずに逃げ道を塞ぐとはさすが滞在の国一番番犬だね。ピエロのキケロ、お前には闇市外区で販売禁止商品の取引行為が告発されている。これは聖域の治安を乱す行為だ。今の状況を見るにこれだけの罪では軽すぎる。何を企んでいるかは知らないが、このワルキューレがいる限りお前の思い通りにさせはしない。Damn, this man's a savage. 牙はその言葉に見合うほど鋭いか。試させてもらおうか。
私たちをお導きしてくださいます。して好き放題しているのかい。黙れ！貴様の女王陛下をけなす無礼な行為、私は絶対に許さんぞ。とっておきはまだ早いと思ったけど、もういいか。混乱の幕を開けるのが少し早くなっただけだ。ずっと探していた獲物さ。せっかく上質な餌が来た。空前絶後のショーのリハーサルちょうどいい出番だよ、ベヒーモス。
新しい薬を使いなさい。私は感動せずにはいられませんね。こういう時こそ
シャブリの白ワインを開けてお祝いをしないと。ちょっと待つにゃ。誰が勝手にお酒を取っていいって言ったにゃ。何を言うのですか。そのくらいいいじゃないですか。私たちは共に戦ってきた仲間ですよね。喉を突き抜けるコク、深みのある味、シャブリの良さはこれだけじゃ表せませんね。どうですか、一杯やりませんか、隊長。もちろん隊長と呼びました。それはですね、先ほどの戦いを通して私は心の底からあなたたちとの信頼と絆を強く感じました。ということで、今正式に傭兵団への入団を申し込みさせていただきたい。そうですね。ではもし私が傭兵としての生活を体験して、そこから創作のひらめきを探すためと言ったらどう思います。でしたらキューピッドさんのためならどうでしょうか。君の眼差しを、星の光を見ると、心の中から抑えきれない炎が燃え盛る。待ってください、変じゃないですか。その瞳は月光樹から漂う香りのように、私本気なのか、隊長。その言葉を待っていましたよ、隊長。これからもよろしくお願いします。一曲演奏せずにはいられません。皆さんの仲間になれて嬉しいです。それでは改めて、それでは私の初仕事の祝いの宴を開催して、今日はバーッと